小池大塚古墳は、千葉県三部郡芝山町小池にある古墳である。本古墳は、九十九里部屋中央を流れる、木戸川上流部東岸の大地上に存在する、前方公園墳で、墳丘全長72メートル、公園部計46.5メートル、前方部長35メートル、前方部幅51メートル、首レれ部幅43メートル、公園部高5.2メートル、 前方部高が5.7メートルを測り、縦型修行を含めた全長は約90メートルある。1966年に早稲田大学考古学研究室によって発掘調査され、1988年には千葉県教育委員会による紛糾測量が行われている。埋葬施設は、 くびれ部南側に開口する、さがぎれ石積み両袖型の横穴式石室で、全長は5.25メートル。石室内は、洞窟を受けていた模様であるが、自家塔、鉄属、鉄釘、ガラス小玉、末木、弾きなどの異物が検出されている。埴輪は認められておらず6世紀末用の最終末の前方後円墳と見られている。 周辺には、塩墳三期の所在が確認され、小池古墳群あるいは、船塚古墳群とも称され、本古墳は、船塚二号墳とも呼ばれる。また、町境を越えた南側の横芝光町中帯には、芝山古墳群が隣接しており、芝山古墳群の殿塚、姫塚古墳に後続して造営されたものと、推察されている。ありがとうございます。